ともに。オールタイム。UFO キャッチャーでゲットしたらしいです。空港です。こちら見てください。ブーさんのグローブメーカーで購入しました。おー、来た。お、やばかった。見てください。納品して1日でコンクリートに落としてます。そういうやつです。そういうやつとか言わんといてください。怒られるからカメラ回す。カメラ回してるどうしてるとか言っちゃう。SNS でよくある問題児同士のアホなやり合い。誰？これじゃないですよ。彼女？俺でもないです。友達の、これの友達なんです。このプリクラ入ってんの？この中入っちゃうんです。熊本持っていくの？はい。一緒に戦ってるんで。これちゃんと飲むの？ダメっすね。高橋さん、僕ら JAL っすよ。 JAL？ はい。 ANA や、アナやね。あれ JAL ってあれっすよ。わかりません。初めて来ました、伊丹空港。若干の遅刻ですね。はい。赤色の家に行く道を間違えて。A と B を貼り合わせ。ありがとうございます。え、岡山さん知らないですか、それ。え。なめんなよ、俺アルゼンチン行ってんの。今の時代すごいですね、これ。なあ、シールなしっすよ、これ。ペタッと前で。ほんまや、すごいね。まあ、これ行きましょう。できるん？え？できんやろ。いや、スマートなんで。やったことねえだろ。なんでも。よし。欠場してここに来たら欠場。鹿児島に飛び立ちます。鹿児島？熊本か。
熊本に着きました。まず授業スタッフです。練習や。さあ熊本に上陸しました。佐久間、はい、どうですか。背脂の匂いがします。どこ。ハイジャック班がいました。暑いね。今から練習会場に向かいましょう、はい、まずは気合入れて練習して、その後ですよ。12キロぐらい走り込んでから背脂を50キロ。いきみあるで。全マシ食いたいな。と馬刺し42キロ。こいつアホやわ。こいつアホや。こんにちは。チーズステーキ。はい。え？はい。いただきます。ダイエット始めたんちゃうんかい。ダイエットは明日から。ダイエット料理です。なかなかレトロなホテルです。Looking at the new DP of Osaka Momojiro. Betting 3-0. Boah. So, I'm it. Eh, kagi nan kore. お疲れ様です。雨の中練習が終わりました。これからもホテルで隔離自由時間です。ありがとうございます。今からの予定はホテル終わりに行きましょう。お刺身食べに行きましょうか。はい、初日の晩御飯です。数年ぶりの二人部屋やな。数年、いつかあったっけ二人部屋の時。大学の時以来だ。あ、そうだっけ。多分そのレベルやな。数年ぶり、もう6年ぶりやんじゃん。大学部屋やったら6、7年目。はい、みんなロッカーにいて、あいつ爆飲みしてます。あ、乾杯してる、乾杯してる。うわ、そう、なんか気づかれてる、気づかれてる、これ気づかれてる。めっちゃ見てくる、めっちゃ見てくる、あいつめっちゃ見てくる。はいはい、ありがとう。はい、素動カメラ、初日の夜ご飯、一人ぼっちになっちゃったと思ったらですね、まあ、絶対いると思ってました。岡山さんはラーメン屋に絶対現れる男、岡山さん。珍しい組み合わせで明日の会議していきましょう。
これ気持ちいいか、お酒。まさかの延泊だった、優勝おめでとう。延泊って何決まりなんですよ。あ、めちゃくちゃ気象が強い。明日のお昼ご飯です。小山さんはいつもこうやっておにぎりを選んでくれていたんですね、僕のために。ほんまに体脂肪率オーバーするやつがいっぱいいるんでね、カロリーをコントロールしないと。須藤はちょっとカロリーが必要なんで、ここら辺に明日頑張りましょう。頑張りましょう。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。スタンドがすごい。走り回って、一発。何してるんですか？今日は1試合目？1試合目は平林金属さんと試合ですが。はい、カメラを合わせております、はい、見せてください。僕がとても苦手なカメラを合わせております。裏側ですか？とても反射して。前のカメラどうやった？前の試合のカメラ、はい、ダメです。はい、意気込みをしっかり合わせていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。やばいですね、高くさん痛くて乗れないらしいですよ、まあ、痛くないけど1個だけ言うと結構これ潰れそう歪んでるっすよ、大丈夫？全然気持ちいい。そうですよ、健康やん。痛い人いるんですか？いや、おるよ。あれやで、痛くないから俺ら大丈夫っていうわけじゃないで。いやいや、大丈夫しちゃうやん。体型が大丈夫ちゃうやん。痛くても健康な場合もあるってことですか？ないやないな。で、はいって言ったら離すから開けてすって。目つぶってて。いや怖いって。大丈夫。はい。いや無理やって一回じゃやってみて。目つぶってって。はい。嘘。死ぬんちゃう。だからさ、ダムシ食ったら10万くらいだ。結構引いとんじゃないこれ。あ、何がへばりついた。
俺は船虫か。亀の手ある亀の手。うわ。亀の手ってめっちゃ美味しいやん。なんか居酒屋で出てくるやん。高知行ったら亀の手食えるくない。気持ち悪い。これ密漁になるかな亀の手って。密漁。耳切らんすよ大丈夫。うんめっちゃ痛い。お金ないから今日のつまみちゃんそれ。うわ取れた。油虫ついた。うわ臭そう。いや全く。もう炎上するよこれこの人。取らないでください。かわいそうです。え生きとんかわいそうって。一瞬生きてるよ。え貝やでこれ。そうなん、うん、気持ち悪い。茹でる頑張ってこれ持って帰ったあの部屋のあのあれこれ一掃しよう。じゃあ何個か取るか。ええそばさんに壊しとろうや。取れそうやな普通に。亀の手取るコツだけ覚えたの。お見て。うわ取れた。うわでもガチで食えるんじゃないそれ。食えるよこれが亀の手ならね。子供なんや。いや、触れるなんてねえけど、怖いって。味美味しいですから。試合前の食事なんかそれ、本当に。フライを。動画映えを狙うのも大変。あれ、1個取れへん。あ、ちょうどやつです。ありがとう。お弁当屋さん、うん、美味しそう。あのちくわサラダがめっちゃうまい。ここのちくわサラダがめっちゃうまい。そのわかめ物、うん、B 級グルメだったかな。へえ。帰り寄って食べて帰ろう。2日目の朝です。帰りだって新幹線無理やって。つばさくん、はい、今日の意気込みを。とりあえず楽しんだら結果もついてくるっていうことは僕はもう重々してるんで、はい、やっぱみんなが楽しむように僕もみんなを楽しませるようにエンターテイナーとしてやっていきたいと思います。え、ソフトボーラーじゃなくて。ソフトボーラープラスエンターテイナー。気合入れていきます。はい、頑張りましょう。はい、勝負。おはようございます。きのこ焼きで終わりすぎてちょっと手痛いんで安静にしておきます。クソやな。よし！最終日に敗して4敗で大阪帰ります。何で帰りますか。新幹線です。ここはどこですか。ここは、熊本駅でございます。熊本がいます。はい、
きたいと思います。はい、ありがとうございました。壊れたな。今日じゃない、来て壊れた。いや、来る前間に合わんわ。終電がないです。はい、たまには旅行にでも連れてってやれ。旅行連れてってあげるから。一段落したことやし、みんだけここと合わせるらしい。使われるぞ。どうなの、ただ気が向きつけてる。おい、どうだ。思いっきり引っ張ったらいけんの。もう一段階で直したから、なんかご褒美くれる。これが、うん、おかしい。足がおかしいやばいって。てか、これ直らんで。やっぱり入れたものがいいかな。いや、そもそもラーメンに卵入れるんじゃない。だって、君で味変える。半熟とか関係なくても無理。煮卵トッピングとかするやつマジ無理。だしの味が染みてるから美味しいんじゃん。そんなんおでん食っとったらいいじゃん。おでんと一緒じゃないですか。おでんおでんのラーメン、おでんの卵入ってるけどラーメン卵無理やん。結構ガチだ。半チャーハンも美味しいっすから。ボケやん。ボケ分かってる。あ、わざと、うん、ごめんありがとうございます。そんなことじゃねえもんな。めっちゃ並んどる。サイレン型時用のパターン。一応考えておいた方がいいんじゃない。各自4人1組でタクシーで帰るみたいな。大阪に帰るよ絶対。絶対に帰る。気持ちじゃどうにもならんす、これは。あ、気持ちや。五連敗。おでん。まだ痛めつけられる。15分。あと15分。いや15分で出ても乗れないですから。もうあんアコで待っといた方がいいんじゃん。全員が入っといて、うん、もう入れてくださいって言ってレオが1枚全部持ってきた方がいいんですよ、走って。まあ、こうアコ一列並んでおくとパパパパパパってこう緊張感が走りましたね、ついに。チケット出て乗れへんってなる。ありますよ。嫌やん。走り回ってるもんね。果たして帰れるのか大阪桃次郎。ここで帰れんかったらもうみんなで佐賀行きますか、このまま。もう帰る必要ないっすよ。桃次郎 YouTube 最終回企画、ピッチハイクで大阪に帰るの。ありやな。見えた CM 大阪の方がこんぐらいのやつがあったから、なんか愛護用順に並んどいた方がいいんじゃん。あったら多分俺らあると思う。明日の分です。明日の朝一を買いました。勝ちましたね、最後ぐらいはね。佐賀行かれへん。ここで負けたら。